フォリー・ベルジェールのバーはエド・アール・マネの油絵である。マネが完成させた最後の主要作品でもある。1882年にサロン・ド・パリに出品された。ミュージック・ホール、フォリー・ベルジェールにあるバーが描かれている。中央に描かれたバーメイドの後ろに鏡があり、そこに映るミュージック・ホールの様子が描かれている。ベラスケスのラスメニーナスを意識したとされる。当時、 ホリーベルジェールではバレエや曲芸などが行われており、絵の左上には空中ブランコに乗った人物の足が見える。うつろな表情のバーメイドが娼婦であることをカウンターにあるオレンジの入った皿が暗示する。実際、ホリーベルジェールが娼婦を抱える施設であることは広く知られており、モーパスさんはバーメイドを酒と愛の売り子と表現している。 当時の風俗が写実的に描かれ、上流階級から仮想階級まで時代の民と案を表現した作品である。真似は何度もホリーベルジェールへ足を運び、最終的にはシュゾンという名のバーメイドを自宅へ招き、カウンターの一部を再現して絵を完成させた。この絵は発表直後から多くの批評家を困惑させた。鏡の位置の不確かさ。 バーメイドの後ろ姿が右へずれていること、バーメイドが応対している紳士が手前には存在しないこと、カウンターに置かれた瓶の位置と数に相違がある等である。だが、2000年に復元された劇場で撮影された写真により、この絵が不自然ではないことが判明している。バーメイドは紳士とは向き合っておらず、紳士は画面の左側にいるために描かれていない。鑑賞者は、 バーメイドの正面ではなく、少し離れた右側に立っている。したがって、バーメイドは少し左を向いている。背中姿が描かれていない紳士の視線の先にいるのは、左から二人目の一際目立つ白い服の女性、すなわち、メリーローランである。メリーローランの右側の紳士が、視線の主と似ているのは偶然ではない。真似は、メリーローランをモデルとする、秋を前年に描いている。 左端の瓶のラベルに真似の署名が書かれており、こちら側と向こう側を混同する意図が感じられる。この絵は真似の隣人の作曲家、エマニュエル・シャブリエが所有していたが、現在はロンドンのコートオールド・ギャラリーが所蔵している。ありがとうございます。